どうしたの、ルリちゃん。いや、あーちゃんって普段からすごく気功をするじゃない。うん、奇妙な行動ね。気功ね。そう、気功するじゃない、はい、するかも。あーちゃんの気功で笑ったら即終了っていう企画やろうと思って。じゃあ、30秒以内に笑ったらサルミヤッキね。うれしそうな顔してますねー。これがうれしそうな顔に見える。何言ってんだお前っていう顔だよ、これ。さっきまで、なんか、って顔だったんだけど、ってなった。何も出ないわ。なりました。ちなみにルールなんですけど、なんか喋るのはダメなの？ふふ程度はいいんだけど、うははってなったらアウト。行動で笑わせばいいんだよね。行動で笑わせて。わかりました、うん。こっち見ててね、じゃあずっと。いやだよ、絶対笑わせて。なんでだよ、それおかしくない？僕のこと見ててね。いいですか？じゃあ30秒以内でサルミヤッキーかけていきましょう。これ笑ってない？これ笑ってるよね、これ笑ってない？笑ってるよね、今ね。笑ってるよ、これ。笑ってるよね。これよだれってめっちゃ飛んだかもしれない。ごめん。まあ30秒以内はいいとして、ちょ、こっち見てもらっていいですか？あ、耐えてる、すごい。あのルリちゃんがどうしよう。つらくないですか？つらくないですか、これ。超難しい、どうしよう。辛い、この時間どうしよう。ちょっと意外と手強いこの相手。僕、自分の体がバラバラになるのを覚悟してやっていいですか？え、ちょっと頑張ってやってみるね。ねえ、ずるくない？これだって完全に笑ってんだよ。ダメなんだって。ダメなの？え、笑ったよね。え、待って、でもそしたらね、これが許されるんだったら僕最初のこれだって許されるよ。なんだよ。ダメなんだって。めっちゃ笑顔じゃん。めっちゃ笑顔じゃん。これダメなの？